さ、はい、なんていうの、物質とかってやっぱ寒かったんじゃないの。超寒かったでしょ。やばいよ。あの中でね、やっぱこう練習したりするの大変じゃない。動かないですね。そういう時どうすんの。北海道です。北海道、あのね、あのね、いいの知ってる人いるよ、ここに。あ、本当ですか、ね、あの手をね、温めるね、すごいいい方法知ってる人がいるよ。何、マハラジャ、マハラ。何、あれやろうよ。何、ヨガのやつやろうよ。ヨガ、そう、すごいから。おお、よくぞ聞いていただきました。すごい今日ね、いい、うん、すごかったんですよ。すごかった。 NE のコンサートマスター田口さんが、はいはい、パッて見たら、うん、やってた、ね、やってた。だって相当感動してた。ひっそりとやってた。やっぱりね、そう、実は俺もやってる。本当ですか。そして俺早速学生に教えてるから。ヨガ、ヨガすごいのがあんのよ。手がね、もう一気にね、温まる。本当ですか。はい、それは知りたい。これギタリストは絶対やった方がいいよ。ちょっとじゃあ早速マハラジャ・マハラ・アサト先生、はい、はい、先生よろしくお願いします。それでは、はい、始めたいと思います。はい、手を上にす、耳の横につけましょうか。はい、まっすぐですね。はい、この時あの背筋をピンとまっすぐ、木のようにもしてください。木のように。これ手はこうつけた方がいいですか。あ、まずつけましょうか。つけますか。はい、始めはね、はい、はい、そこからシューッと横に開いていきます。はい、これぐらい、このぐらい、あのドラゴンボール元気玉みたいな。元気玉ですよね。元気玉、オラに力を。そう、これ太陽のポーズですね。太陽のポーズってこうなんですけど、ポイントここからです。あ、これ絶対前に出しちゃうと効かないんで、はい、後ろですね。はい、後ろ前に、はい、で、そこからちょっと肩甲骨を下に落とすんです、はい、グッと肩甲骨を下げる。くよくよ。はい、先生もう来てます。来てますか。おー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 、来てます。これじわじわ来ない人はやり方間違ってますね。なるほど。そう、あの肩の入れ方が変でダメだ。じわーすごい来てます。すごい、流れてるのが、流れてるのが、血がどんどん巡ってます。あ、これはすごい。もうね、僕ね、バキバキ、バキバキって言うんですよ、さっきから。すごい音するんですよ。そう、もう、やばい今。肩甲骨から熱が。もうすごい熱くなってます。すごい。これ、どのぐらいやるんですか。ちなみに。まあ、自分がいいと思う。いいと思うぐらいまで。結構熱いですけどね。結構熱いよね。まあ、じゃあそろそろね、読みましょうか。はい、ゆっくりと、ゆっくりと、ゆっくりと下ろして、え、最後ありますよ。え、まだあるの、まだあるの。合唱。合唱。はい、ありがとうございます。うわー、手がもう汗だくよ、ね、すごいですね、これ。すごいよね、これ太陽だ、これ、ね、そう、これすごい。いや、これはもう毎回やるしかないです。そうなんですよ。毎日ね、毎日やったわ。練習の前に。だってこれあれですよ、あの田口博文さんね、はい、あのニオリギターアンサンブルコンサートマスター、はい、それをね、我々ちょっと演奏に行った時があって、一緒に。あ、その練習の時にね、はい、たまたまその話になって、はいはい、やったんですよ、みんなで。そうそう、4人で、4人でこうやってやったんですよ。おお、もう超感動してて、お、これはいいことを今日学んだ。初めてモノマネ見た。先生、似てるような似てないような。今のレアですよ、結構。似てるような似てないような。雰囲気は、雰囲気は。そう、ボソッとね、ボソッと。そういうことを、僕言っていた。ということは、そんなこと言っちゃうぐらいだから、相当多分ね。相当ですよ、ね。多分ね、来たんだと思うんだよ、ね。そう、今日やってたの。いや、だって、やっぱね、やってるんですよね。うん、すごいですよ。だからやっぱ寒いね、部室で練習する前、みんなで部員、部員全員で。いいか、あの、最近50人、60人、70人の部室、部下、ね、部下遠いでしょ、はい、みんなで、太陽、太陽全員でな、おい、この部活どうしたみたいな。おい、何だよ、ギター部じゃねえのか、ヨガ部かみたいな。みんなこうやってやってんの。なんだ、なんだ、みたいな。びっくりしちゃうよね、みんなね。いやー、はい、大切ですね。大切、大切、絶対絶対やっちゃうとね、壊しちゃうし、そういうことなんですよ、ね、やっぱこういうこともね、この番組ではね、どんどん発信していきましょう、うん、ね、そうですね。ぜひぜひヨガ健康番組にやっていきましょう。ヨガ担当、ね、そうそうそう。ということで始まりましたが、はい、この番組はニーボリ学園音楽部による情報バラエティ番組でございます。はい、お相手は私、田本、マネージャーのマハラジャ・マハラサトと、キラブイン山岡達也でお届けしております。よーし、けいさあ、ソーシャルストリームね、はい、ぜひともですね、こんなのあるよとかね、うん、
太陽のポーズやってみましたとかね、なんかそんなことをぜひね、あの言っていただければと思いますので、よろしくお願いします。それではソーシャルストリーム返事をどうぞ。さあ、ということでね、先日ね、僕ね、慶応のね、はい、慶応学部連盟が主催する大会にですね、はい、審査員として行ってみました。おお、実は、決勝大会ね。決勝で予選を勝ち抜いて、はい、勝ち抜いて、そうなんですよ。予選も、あの国際新堀芸術学院のね、学校の中で行われたんですね、まあ音源審査ですね。そこの勝ち抜いた人たちによる決勝すごい、その行ってきまして、恥ずかしいハイレベルな、いやハイレベルでしたね、すごかった。参加バンドどれぐらいだったんですか。百数十バンド中の、まあ本戦が27だったかな。多いですよ、多いんですよ。まあ1日かけてね、審査したわけ。相模原市民会館大ホール、うん、大ホール、大ホール、なんか1200人ぐらいのキャパのね、ホールが満員ですよ。すごいでしょ。高校生、みんな高校生です。何これ何これ何これ盛り上がってる感じでもね、見てる人盛り上がっちゃいけない。えそうだ、そうそうそう、審査の妨げになるから盛り上がっちゃいけない。ですから大ホールに座りです。で、座ってみんなこうやって見て、オーディエンスの感じはもう関係ない。ないです、審査基準ゼロです。ですから、はい、聞いてて終わった後はありがとうございましたって言うんで、言い終わったらという感じです。なんかよく分かるそうそうそう、でライブっていう感じじゃないね。もう単純に発表会、コンクールとして、そういうことなんですよ。そういうことなんです。で、それ見てきたんですけどね、すごいやっぱレベル高くて、はい、いやすごいよ、やっぱり将来を感じるね。将来感じる、将来感じる。だからね、ぜひともね、あのそういったのもですね、ちょっと今日紹介していきたいと思いますので ね、 ですね、楽しみにしててください、はい、さあ今日はですね、映像がいっぱい